そうなんですよ。なんでこの髪型にしたかっていうのは後でツイッターでお知らせします。よっしゃ、しに行かな。確かそう、 M で早く聞きたい。もう待ち遠しい。村さんの隣、え、全然珍しくない。結構隣でやってること多いで、勉強になります。みんながね、来たけんな、楽しすぎた。どんどん詳しくラビグルメ出てくれたら、いやもう本当にあんこんな幸せな仕事あっていいんやと思いましたね。ラビグルメはただただ美味しいものを食べるっていう、美味しかった、全部。もう次ぜひ、え、もう早く言うね、やりたい。私も早くレココールさせて。本当だよ、今月5回目ありがとう。 DMM 配信でも、お、楽しめた、よかった。まだ知らない、1分の9分にゃんちゅう。あ、この前あれありがとう、ラジオ初心者すぎて、嘘、イラスト送ってください。ちょっと早くあれやらないと、講座ね、ポスター初見です。嘘、絶対嘘だよ。かわいい、ありがとう。いつレイココール、本当だよ。歌えるようになりたい、なりたいね。本当に難しい。3月あと、もう一回あんのかな。こんばんは、こんばんは。コール、うん、盛り上がるね。お疲れ様、ありがとう。いやー、超熱かった、すごかったわ。レイコって叫びたい。もういっぱい叫んでほしいな。久しぶりの声でレイコと叫べて幸せでしたって。いやもう、みんなのあれはちゃんと聞こえてたよ、嬉しかった。特にさ、やっぱあのユニットやとさ、めっちゃちゃんと聞こえるやんか。なんかすごいね、嬉しかったです。こんばんは、ごお疲れ様でした、ありがとう。ビーハッピーでせいせい言うの楽しすぎ。3年ぶりのミックスコールね、めっちゃよかった。一回投げれるチャンス、うわうわお願いだよね。21、そうそうそう、また連続でね、20が M で21がナンバラの2回公演なんで、一緒にたくさん握手券来た。ありがとうな、ハート100ありがとう。ね、コールあり楽しいです。だから早くもう M がマジいっちゃん楽しいと思うの、コール。だから早く M で聞きたいですね、私は。もういっぱいやるコールあるし、でも私がもう一番今日嬉しかったのは、あーケイトが可愛いっていうのがもう一番、私は裏でも私も叫んでました。あ、え、明日あら、まだ帰ってない。好きな人の名前叫べて、しかも喜んでもらえるなんて最高。レイクコールワンちゃん、ワンちゃん、ほんまに。いや M 俳優は間違いないわ。いきなりなくして、なんだよって、チェって。なあ、もう嬉しかったし、ちゃんとあのファンの方みんな完璧やって、わさすがやわと思いましたね。ナンバラコール少なく、まあ確かにかも。グローリー超絶可愛いケイトコールできた。すごいね、いろんなところで。ケイトが可愛い全集中した。間違いない。喉の運動、ほんまにみんなで喉潤して。グローリーデイズのあれだけで価値ある、間違いない。あれはほんまに、もう私はめっちゃ叫びました、それで。そりゃそうやんね。ハートありがとう。明日じゃあ、ね、明後日吉野さん、え、そうなの、もう決まってるの。あなたすごい机がもうこれ落ちたらね、あなたすごいのよ。ごめんなさい、ちょっとしよう。あ、ドラさんお披露目5周年ありがとう。忘れちゃダメですか。もういっぱい記念日があるから赤分かれ、いっぱい記念日があるから。ケイトちゃんの笑顔も天使。コールなしであんなに楽しい、いやほんまにやばいと思う。こいつは来たけん楽しかった、よかった。ケイトは買い物なし組んでやつ頑張って。初めてビース公園に行ってから、あ、一日店長の3分に参加しますって。素晴らしい。そう、明日一日ね、店長を蔦屋の恵比寿橋店さんでさせていただくので、カレンさんとレイちゃんと若子さんと同じです。カレンの1個年上やね、なんとも言え、お参加さん。そう、いっぱいあるから、そう、いっぱい記念日あるのよ、本当に。ドラフト会議の日もだし、このお披露目の日もだし、あとチーム N で初めて自己紹介をした日もあるやんか、とかいろいろあるのよ。おい、最低、今のは出口ゆいなです。出口ゆいなを叩いてください、絶対に叩いてください。
咲ね、可愛かった。喋っとってた？やった自信って本当だよね。お披露目のお祝いしなきゃ。レイコの段の振りしてた分かった3年もよく耐えた。本当だよ、毎日記念日毎日黒歴史。ラッサビ前の名物、ここむずいねんって言ってたそう、もうなんて言ってたかな、もう忘れたわ。バイバイおい出口、照明を落とせるんですねって出口言うのも許すなマジで最低。そう、ラビグルメも聞いてください。いつも消されるから。ミヒマッチョ、ミヒマッチョしてたの卒業式頑張れピアノファイティン。自分で痛そう。変ダンスのケイティの振りもね、ほんまに最高やった。ゼビエルユイナしっかり映ってた。やったね確認したおかげでちゃんとシンポジももうダンもね披露したばっかりやけど、もう3ポジ目です私ダン。明日刀剣あれば2部に、お前に来てほしい。やっほー。でもまだあの M 公演の時と新目なのでまだあれなんですけど、イントロでねここがね、もうここがもうここがもうややこしゅうてもややこしゅうて全然できん。本番できたらよかったけど、チンチ店長最終部ならワンちゃんいけたな。あれは最初の方やったもんな、すぐにやめるように伝えて。そう、ゆいなと小島さんと3人です。こんばんは。後輩メンバーのところからシンシンを連れてくれちゃん、さすがすぎる。そうねえ、散歩締めですよ、あっという間にラビ以外のゴリマチポーズがみんな綺麗あった。ラジオ出るの待ってた。そう、ラジオ出させてもらいました。こんばんは。イベントを会いに来てくれる、嬉しい。ランキングを読ませていただきます。写メ会連番する、お連番楽しいよね。イントロのカノンがそう、ポジションによって違う。 M の時は4なんですけど、違う、ここが最初のこれが4でここが5なんですよ。で N のアノンちゃんポジは2でこれが 1やったかな、じゃあ3やわ。ほんで今日のナンバラはこれが3でこれが5ですもうぐっちゃぐちゃ。あの衣装でダンしてるのね、ほんまよ、やばいよね。仕事見れてない、赤う、うん、楽しみにしてて、今日もやっぱ可愛い、ありがとう。でがマッチョ史上一番受けてた。小島山だし出前だし最高すぎていけないの、強すぎて聞いてるだけでややこしい。チンチテンション1部と2部、お待ってます、楽しみ。名刺をこうやってどういうシステムかまだあんまり分かってないけど、名刺を出させていただきます。それをこなせるレゴちゃんすごいすごい。 TikTok そろそろで、 TikTok ねまだまだ出れま出ないんですよ。ちょっともう全然取れ、あのね、もう素材が、うん、なんて言えばいいんだろう、ちょっとまだ無理だねまだ無理だね、ちょっともうちょっと待っててね。わけわからなくて一瞬で眠たくなった。ケイトちゃん、アノンちゃん、ご飯いけるのは分かりすぎるなあ。ウェッティあれはええな。復讐もシャメもしっかり連れてきて、お素晴らしい。東京の前田店長さん、あぜひ来てください。一日店長行きたかった、あ頑張れ、お仕事お疲れ様。まわ、あ、今日で推し登録1200日、すげえ1200日、やばいね。次ネタするともらう公演は今年やってくる公演やばいね。店舗店長のお店の24時間働ける、そうもうスパルタで、はい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 ね、受注力とてもとても嬉しいです。よろしくお願いします。うわ今日もね、ありがとうございます。うわありがとうございました。何回もそんなに出てほしいというのであれば
マングースや。そんな出てほしそうに見られたら出るしかないでしょ。自意識過剰マングースが来ました。ずっとなんか私のこと見つめてきたんですけど、なんか自意識過剰マングースなんですけど最悪なあだ名じゃないマングースさんだじゃないです。自意識過剰マングースが来たぞ。みんな500ありがとう。すごい、もうマイティという言葉が一つも出てこないすごい、みんなすごい。これカマジングスはやばすぎほらちょっと全然本来の名前一個も来てないちょっとね、マングス最近仲良しですからね。ではなさそうですではなさそうです。皆さん試験に合格して考えと、あの今日の足のやつとかね。あ、そうですね、結構鍛えられてたんですよね、うん、そう、まだまだやなんですよね、マングースになるのは。お疲れ様マングース。お疲れ様マングースです。あ、独占意見最高でしたって。マングースとレイコちゃん、なんちゅう温度差がすごいですよ。コールマングースダメですコールも、コールはマングースで、うん、これマイティでお願いします。ジュネスカワイマングースって、うん、はい。餌は、餌か、餌はなぁ、餌何がいい。ビーナクマジーのうちは、いや、まだいないです。まだ、いないです。もうちょっとしたらいい。もうちょっと先も作らないでくださいマジーだけは。もうちょっと先にマジだけやめてくださいよ。マングースさんは身長いくつですかって。まあ165とかですかね。デカマングース。デカマングースやめてください。お、オールはカマジーってきた。あ、カマジーマイティーでお願いします。メンヘラ、メンヘラが来た。え？一回。違う。やっとこか。メンヘラ診断みたいなしたんですよ。そう、うん、じゃあ、うん、あなたはまだメンヘラではありませんよ。違います、私が送ったメンヘラ診断全部 100% です、全部アプリもサイトも全部 100% でした。でも、でもとあるやつでは、うん、あなたはまだメンヘラではありません。まだやろね、うん、まだってことは、でもつまり違うってことなんです。ピッてきてるわ。ピッ、ピッてピッ、やばい、レイコの自意識過剰マングスとメンヘラ最悪のトリオや。そうなんですよ、ヘラマングス、ヘラマングス左からメンヘラとレイコとマングス。レイコさんは何もないんですか。私は普通なんですか。私は普通の人間で、あ、確かにザツコラグランプリやりたいな。すごいの大好き。誰を今度は餌食にしようかな。やだな。アイピのメンヘラ好きやって。絶対そうやん。マングースさん、はい、マングースザツコラグランプリでマングースお願いします。使えそうな素材ありますかね。素材なんかないの。確かザツコラ大好き楽しみにしてます。ゆうこさん、はい、今日あのなんでやねんの時いっぱいこうやって、もうなんでくり回しましたずっとこうやってためっちゃスカートの中覗こうとしてきたんですけど。スカートの中じゃないよ。スカートの中じゃないですか、あれ、うん、あれなんですか。あれはただなんかどういう作りしてんの。そう、衣装使いやってはりますから、レイコさん。衣装見てたんですか。そんなね、スカートの中見るなんて。本番中に見るスタイルなんですね。しかも私年上が好きやから別に興味ない。あ、そういうことじゃない。年下のスカートの中身なんか興味ないですよね。勝手に振られてるんですけど、どうしたらいいやけど。失礼しました。バイバーイ。お疲れマングースです。はい、お疲れマングース。失礼しました。まあそんな感じで15分経ちましたので、ちょっと終わりんごシャキシャキしたいと思います。こんな感じで愉快な後輩たちとやっとります。はい、じゃあ順位発表します。池
きます。13位マリナマルさんありがとうございます。12位サカさんありがとうございます。11位ターくんありがとうございます。10位レナありがとうございます。9位つれづれさんありがとうございます。8位ひさおさんありがとうございます。7位じゅんきありがとうございます。6位しんさんありがとうございます。5位かえでちゃんありがとうございます。4位くにぷーさんありがとうございます。3位あいがちゃんありがとうございます。2位はなまるさんありがとうございます。1位たかさんありがとうございました。ありがとうございました。それでは明日店長してきます。ありがとう。